いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。時間食っちまった。なんだよ。いらっしゃいます。うまいな。ありがとうございました。てめえ、俺たちのゆかちゃんを怪我しやがって。壁ドン王子なんて呼ばれて調子に乗ってんだろ。壁ドン、だからあれはドラマの中でのことです。ゆかさんとは何もないって言ってるじゃないですか。うるせえ。ドラマだろうがなんだろうが、ゆかちゃんに壁ドンなんかしやがってムカつくんだよこの野郎。おい、やめておけ。ああ、なんだよ、部外者は突っ込んだろ。お前らの事情に興味はねえが、無抵抗の相手に三人がかりってのは見過ごせねえ。なめてんじゃねえぞ、俺ら。邪魔すんならお前も痛めつけてやる。助かりました。ありがとうございます。俺、高山純太と言います。失礼ですが、お名前を伺ってもいいですか。桐生だ。桐生さんですか。あの、もしよろしければお礼をさせてくれませんか。勝手にやったことだ、気にするな。いえ、そういうわけには。そうだ、俺バンタムでよく飲んでるんで、お暇な時にでもいらしてください。もしお会いできたら、せめて一杯だけでもご馳走させてくれませんか。ふん、分かった。気が向いたら顔を出す。はい、ぜひ。それでは失礼します。
しばらく寝てろ。いらっしゃ。ありがとうございました。お待ちしてました。改めてこの前は助けていただいてありがとうございました。実は俺俳優やってるんです。だから暴力沙汰を起こすわけにはいかなくて。なるほど、芸能人はいろいろ苦労するんだな。この前のあいつらはなんでお前に絡んでいたんだ。ねえ、彼らはアイドルのユカちゃんのファンなんですが、ドラマの中で俺がユカちゃんに壁ドンをしたことに腹を立てているようで。壁ドン？ええ、これでも俺壁ドン王子なんて言われてるんです。そうか、悪いがテレビはあまり見なくてな。それよりその壁ドンってのは何だ？壁ドンご存知ないですか？最近流行ってるんですけど。丼飯のうまいやつか。それは多分カツ丼ですね。壁丼っていうのはですね、口で説明するより実際にやった方が早いか。キリュウさん、ちょっとそこの壁の前に立ってください。こうか。ええ、それで大丈夫です。じゃあ行きますよ。おい、ちょっと待て、近いぞ。どうですか、これが壁ドンです。この状態で耳元に何かをささやいたり、距離感とかに女の子はときめくんですよ。そういうものか。やめろ、耳に息を吹きかけるな。この壁ドンを俺がやったら女子に大受けでして、今や壁ドン王子なんて呼ばれているわけです、うん、今はこういうのが流行りなのか。せっかくですし桐生さんもやってみてはどうですか。桐生さんみたいな渋い方が壁ドンをすれば女の子はメロメロですよ。俺がか。いや、しかし慣れれば自然にできますよ。ちょっと練習してみてはどうですか。そうだなあ。あ、釜石さん。あら、なあに。こちらは釜石さんといって俺の飲み仲間なんですよ。で、こちら桐生さん、今壁ドンの極意を教えてたんだ。ちょっと壁ドンの練習相手になってもらえないかな。あら、いい男じゃないの。この人の初壁ドンをもらえるなんて光栄だわ。さ、どうぞ。やり方は簡単です。釜石さんに近づいて後ろの壁に手をつくんです。わかった。よし、行くぞ。いいわ、キリュウさん、来て。
変な声を出すな。キリュウさん、そこで女の子がときめくようなセリフをささやくんです。今夜お前のすべてをいただくぜ。あげちゃうわ、全部あげちゃうわ、全部持ってって。興奮しすぎだ、落ち着け。あんたやるじゃないの。こんなに興奮したのは久方ぶりだわ。ありがとうよ。とまあ桐生さん、初めての壁ドンにしてはなかなかでしたよ。結構難しいもんだな。すんなりできるのは大したもんだ。人気者になったし、壁ドン様々だな。まあそうですね。でも実際いいことばかりじゃないですよ。いろいろとバカにされたりしますし、変な奴らに絡まれたりもしますしね。プライベートもないようなものですよね。たまにここで飲むのが唯一の楽しみで、だから今日は楽しかったです。いけない、そろそろ仕事の時間でした。キリュウさん、今日はありがとうございました。お代はおごらせてください。またぜひ。ああ、仕事頑張れよ。はい、それでは失礼します。おい、この前はよくもやってくれたな。格闘技やってる仲間連れてきたからよ、二度と壁ドンできない体にしてやるよ。おお、最後の壁ドンを俺にしてくれよ。いいだろう。お断りします。あなたたちにやるような壁ドンはありません。なんだとてめえ。このそんなに壁ドンがしてもらいてえなら俺がやってやろうか。お前はこの前の高山、下がってろ。どいつもこいつも頭にくる。ぶっ殺してやるよ。くたばれ。そういえばお前ら壁ドンが見たいって言ってたな。いや、あれはせっかくだ。俺が高山直伝の壁ドンを見せてやるぜ。結構です。動くと怪我するぜ。行くぜ。お前の全てをいただくぜ。お金なら差し上げます。命だけはご勘弁を。おい待てよ。高山、無事か。はい、また助けられちゃいましたね。どうだった、俺の壁ドンは。最高です。俺のなんかより全然かっこいい。キリュウさんの壁ドンなら男も惚れますよ。俺が壁ドン王子ならキリュウさんは壁ドン大王かもしれません。壁ドン大王。では俺はこれで失礼します。本当にありがとうございました。壁ドン大王か。悪くねえ。